ワイズマン伍長たちと戦った頃にもね。夜間戦闘だなんて。あのブレイクミッションから6日ほど前、ルビコン作戦が今まさに行われてる。じゃあ今日サイクロプス隊は、うん、一人を残して最後の戦いを迎えるなんだけど、おかしいよ。ルビコン作戦にこんな戦力を避けるわけない。ブレイク現象の影響が間違いないね。小隊長さん、新型ガンダムを探して。ゼン、民間人、民間施設への被害を出すな。街に被害を出すなって無理ですよ。敵機を通りから引きずり出せ。ジオンのモビルスーツは入り乱れてるけど、私たちが決める相手はケンプファーのみ。え、戦士とか闘士？強襲特化の試作型モビルスーツだよ。ルビコン作戦は潜入工作と、密かに持ち込んだモビルスーツでの二面作戦だからね。じゃあその先にニュータイプ用ガンダムがある。そういうこと。一直線に目指してるはずだよ。俺は突き進む。まだなのか。モビルスーツ高速移動中、住宅街へ向かっています。滅びゆく者のために。さーてと、さっさと片付けていっぱいやろうぜ。いた！ MS-18E。 へへ、一丁散歩に出かけるとするかい。これが強襲型の機動力。ユノネ、この中立コロニーにジオンが仕掛けてくるなんて。ここでアレックスを失うわけにはいかないのよ。こいつ、敵所じゃないか。ニュータイプ専用ガンダム、いかつい体つきね。いや、あれはね。戦わなければもっと多くの人が当たって。カイ、お前に戦い方を教えてやる。なんだと？今逃げたら大事なものを失ってしまうから。何？無傷だと？止めだと思ったら外部装甲だったの。チョバムアーマーだよ。顔にもつけとけばいいのにね。くそ、出来損ないめ。俺が始末してやる。こいつが動いてるってことは隊長たちはやられたのか。正しいことなんてどこにもない。自分にできることをするだけよ。これからが本当の戦いってやつだ。ケンプさんのパイロット、この状況でも全然焦ってない。ミーシャことミハイル・カミンスキー注意。特殊任務班の大ベテランだもの。当然だよ。対する NT-1 はガンダムとはね。テストパイロットのマッケンジー注意さん。注意、無理はしないでください。私たち、俺がやられただと。敵の撃破を確認。やったわ。小隊長お疲れ様。これであとはクリスマスを待つだけね。ううん、これで全てのミッションは終わりだよ。ブレイクアウトしよう、犬姉さん。ん？でもワイズマン伍長は戦うのはまさかマッケンジー注意と。歴史は正しく流れるよ。このコロニーに核が撃たれることもない。つまりやっぱりガンダムは負けるの。俺の勝ちだ。これはどうだ、フェルヤ。